1月31日まで弾けるってことは、この日まで正月と言っても過言か。はいどうも皆様こんばっぱパルでございますと、はい、今回はですね、今年初のプロセカガチャ動画ということで、こちらの2023年新春10連無料ガチャの方をね、70連引かせていただきたいと思います。まあ今年のプロセカのガチャ運がね、今回の動画で決まると言っていいでしょう。おみくじみたいなもんですからね。ここで星音を当てられれば運勢大吉ですし、星音が当てられなければまあ厄払いってことで、はい、ほなどっちでもええか。まあそんなわけで早速10連目引かせていただきましょう。 OK、 さあ一発目ですからね。一発目から確定演出が、おー、まあさすがにね、さすがにここでは来ませんよということで、まあこれは動画的展開ですね。動画的展開に後半にね、いい運勢を取っておくとか、そういう感じでしょうかね。さあ水さんはまあ1枚だけか。というわけで新年一発目の星さんはサキちゃんです。 OK、 とりあえず一旦アップルパイ食べに行くかということで、まあ残り60連分ありますからね、全然余裕でございますよということで行きましょう。 OK、 どんどん引いていこう。さあ確定演出、ようこそ。おお、ありがとうございます。さあ何枚来てくれるかな。まあ無料ガチャですからね、普通に1枚だけで全然 OK、 全然 OK。 さああとは僕の推しであるね、真冬ちゃんが引けるかどうかっていうところですが、お、星さんも来てますね。というわけで、アイリちゃん来てくれました。ありがとうございます。ウィンク&ハート、かわいいか。大星さんで水木ちゃんも来てくれましたと、一瞬奏でちゃんかと思った。はい、というわけで、僕自身ね、持っていなかった星音のアイリちゃん来てくれました。ありがとうございます。てか、アイリちゃん自身さ、僕自身多分、星音1枚も持ってなかったんですよね。確かね、確か1枚も持ってなくて、いや、初のね、星音アイリちゃんということで、大変感謝。ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですね。いや、もういつも通りね、刃が可愛いということで、そしてこちらですね、水木ちゃんも来てくれたということで、これ映し方あれだよな。最初に奏でちゃんドーン来て、あれ声違うってなった一瞬頭バグったわ完全にというわけで、まあ傘をね、あいあい傘してるね、みずきちゃんとね、かなでちゃん来てくれましたということで、 OKOK。 さあ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 、調子いいんじゃないですか。残り50連も残ってますからね、行きましょう。 OK。 さあ2連続、まあ2連続はさすがにないかそれはさすがに求めすぎか。あ、えおい来ちゃったって昇格しちゃったって、マジか。いいんですか。というわけで、ねねちゃん来てくれました。僕自身持っているねねちゃん、ありがとうございます。いや、まあ全然 OK、 全然 OK。 まさか無料ガチャチケットで普通に星音ね、2連続で当てられるとは思わなかったもんな。カラフェスか何かかななんだったら俺カラフェスよりもこういう無料ガチャの方がね、星音の枚数当ててるまであるからね。まあちょっと今自身ってなんだ今自身じゃない、僕自身ですね、今現在結構クリスタルの方をね、こうやって貯めておりまして、まあ200連分は引けるかなっていう感じなんですけど、僕自身ね、天井まで一回ちょっと引いてみたいななんていうね、それもちょっと経験したいななんて思ってるんで、ちょっと今現在、まあ、石の方ね貯めているんですけれども、まあこれはなかなかね、そのクリスタル使う方のガチャに勢いをつけられてるんじゃないでしょうかね。ねねちゃんから自信いただきましたと。ではでは残り40連行かせていただきますか。 OK。いや、いいんじゃない。さあさあ、こっからさっき昇格しましたからね。さあ、どんなもん？いや、まあ、全然、OK。なんだったら、こっからあと40連で、ね、星音なくてもそんなんしゃあないっていう感じですからね。まあ、1枚だけっすね。はい、というわけで、ミクちゃん来てくれましたと、はいってね、めちゃめちゃ短い一言ありがとうございます。まさに正月にぴったりミクちゃんということでね、いただきましてありがとうございます。あ、隣の、リンちゃんも可愛いな、これね、映ってるね。というわけで、ミクちゃんが来てくれたということで、残り30連、行きましょう。OK。さあいかがかな。おい、やっぱり俺んところだけカラフェス開催されてるわ。これ明らかにカラフェスより当たってるもんな、これな全然あの 3% のはずなんだけどね。いきましょう。え、 3% だよね、確率見てなかったから。多分普通にね、無料ガチャって全部 3% だと思ってるんだけど、え、もしかして上様から 6% だったりしてます、これ。え、かわいい待って、ちょっと待って。え、そのしずくさんはちょっとずるない？さすがに打ち抜かれたか、これ。さすがに可愛すぎか。
にゃんってやって、あ、ちょっとこぼれちゃってるやつね。にゃんって、あ、猫ちゃんいたねって、かわいいってやってるところで、こうやってこぼれちゃってるやつ。もうかわいいかよ。どっちもかわいいかよ。どっちもかわいいかということでね。はい、しずくさん来てくれました。ありがとうございました。いや、ちょっと待って、星音率マジでエグじゃん。本当に。え、これ確率大丈夫だよね。ね、多分ガチャ詳細見てみたら、うん、そうだよね。3% だよね。そうだよね。全然倍とかになってないはずなんですけどね。まあ、いいでしょう。残り20連引かせていただきましょう。OK?いや、これは間違いなく大吉ということでね。 OK。 いや、残り20連はさすがに星を当たんないんじゃないかな。なんかここまで来るとさ、もうもっとちょうだい、そういうのもっとちょうだいってなっちゃいますからね。あ、星さん2枚。 OKOK、 結構似てると思うけど、どう？というわけで、さきちゃん来てくれました。一発目にも来てましたもんね。私のステージに立てたよ。お、リンちゃんいいですね。先ほど当たったアイリちゃんと一緒に映ってるリンちゃんということで、可愛いですね。いいんじゃない？なんかプロセカのガチャってね、本当に当たんない時は最低保証しか当たらないなんていう時もね、全然多くありますからね。その中で星さんを2枚抜きできたというのはなかなかいいんじゃないでしょうか。いや、え、めっちゃいいな。無料ガチャでいいんですかこれ、本当に。こんなにいい結果いただいちゃってありがとうございます。ということで、残り最後10連ですね。行かせていただきましょう。ラスト。佐渡だ。まあ、全然 OK、全然 OK。いや、ここでね、星さんの真冬ちゃんとか当てられたら、それはそれで OK ですからね。25メンバー、どんどん来ていいですよということで、佐渡だ。の1枚か。まあ、OK、OK。今笑ってくれてたよね。この M ちゃん、可愛い。マジで好き。このキュッてなってる目、マジで好き。今現在ね、M ちゃんがバナーのイベントも開催されてますからね。まあ、これはなかなかタイムリーと言っても過言ではないんじゃないでしょうかと。この笑顔が見れたんなら、推しがなくても十分大吉と言えるでしょう。まあ、星音3枚当ててるやつが言っても説得力ないか。はい、今回もやっていきましょう。教えてパルチャンネルのコーナー。このコーナーでは、質問箱を寄せられた適当な質問に対して適当に答える適当なコーナーとなっております。質問箱への質問は概要欄からぜひといったところで、今回の質問はこちら。別れてからも友達ってどう思う？あー、これは結構難しい問題だね。やっぱり人類の悩みのほとんどって人間関係なんですよ。別れてしまった事実はやっぱり悲しいし、すぐには受け入れられないかもしれない。こればかりはね、時間が解決してくれる問題なんじゃないでしょうかね。まあ、もちろんどれだけ時間が経とうと、別れてしまったという事実は消えないし、気持ちを切り替えるには長い時間がかかってしまうかもしれない。それでもやっぱり別れてしまったからといって、人と人とのつながりはそう簡単に切れるものではないんですよ。僕が逆の立場であれば、別れてしまった程度でその人との思い出や絆まで簡単に断ち切ってしまおうとは絶対に思わないですね。やっぱりもうね、その事実をしっかりと受け入れて、ちゃんと相手にこれからも友達でいてくださいって言うべきだと僕は思いますね。はい。ちなみになんですけど、縦と横どっちに分かれたんですか？